そうですね、ちょっとなんか分けて考えた方がいい部分があると思うんですけど、アメリカ、そのさっき言ってたリフレ派の人が持ってくる例って大体アメリカとかイギリスとかそういうところの例なんですよ。だからアメリカはむしろバンバンその金融政策をやることによってやっぱり経済成長はしてるんですよ、少なくとも。で、ただだからまず前提として貧しい人に何か仕事を与えたり、なんか物をお金を分けたりするにもやっぱり成長していることが必要でしょうと。で、その成長のために必要なのがこのリフレであって、その後でそれがじゃあそのジャブジャブ余ったお金が別の投機に流れてしまうっていうのは、それはお金を稼いだ後の使い方の方の問題で、でそのお金の使い方をじゃあちゃんと社会保障とか再配分という形で行くようにすれば経済というのはうまく回るはずだと。だからこのリフレ派の中のにもそのアメリカのお金の使い方の部分、その余剰なマネーが食料投機とかに流れてしまってるっていう部分を批判する人は結構多いと思います。だからそこは理屈としては一応リフレ派も通るかなと思うんですけどですね。はい、はい、はい、バカバカしい質問かもしれないです。そういうふうになんか、GDP をランキングされ、GDP のランキングってありましたよね。はいはい、あれでそのもし GDP が先進国の中で低かったら立場が弱くなるとか、あんまバカにされてやりにくくなるとか、そういうふうなことっていうのがやっぱあるんですか？それはですね、それは考え方次第っていうのはありますと思いますね。例えばその GDP、今中国に抜かれたっていうのをどう思いますか？結構それは屈辱的だとか危機的だって思いますか？それとも別にええやんって感じですか？それはやっぱりちょっとまずいっていう感じますか？皆さんどっちですかね？これ結構意見分かれると思うんですけど、ちょっと聞いてみましょうか。それ中国に GDP 抜かれたっていうのはやっぱりこのままではまずいとか、あるいはもっと言うと屈辱的だというふうに感じる人はいますか？それはないですか？ありますか？まあ、屈辱的というとちょっとね、あんまりその中国に対して良くないですけど、それはね、やはり一番近くといえばね、軍事力とかね、そういうものに反映されてくるはいはいはい、それは国と国民の幸福に対して、ね、関係あるところなので、そういう意味では、抜かれる抜かれないとではなくて相対的な位置関係とかね、いうのは、あれだけども、それから頑張っておかんとね、やっぱり将来、息子たちにも孫たちにも問題があるとそうですね、やっぱりその日本経済 その GDP のプレゼンスが下がるということは、それだけ日本が使えるお金が簡単に言うと少なくなるということですから、そこにそうするとやっぱり社会が例えば弱ってくるとか、軍事力が弱ってくるとか、いうことは言えると思います。そういう意味ではどうですか、ね、でも今まで言うと逆に言うと内田さんだけですかね、なんかこのそのに中国に抜かれたってことに対してますか？僕最初は個人的には全然抜かれても困るしか思わないんですけど、その軍事力って話ではなんか第一次世界大戦とかと比べる感じなんですけど、そのドイツが例えばヨーロッパで極端にその強くなって、フランスとかがもう一国ではその立ち入りできるようなそのパワーバランスですね、そういうのは相対的なその関係がずれた時にやっぱり戦争が起こりやすいすればですけども、そういうやっぱり隣 その国がとその、極端にその差がありすぎると、やっぱり危ないっていうのは。なるほど。だからやっぱりちょっと差がつきすぎるとまずいっていうことですよね。そうそうそう。だからそういうのは僕も賛成かな。なるほど。そうですね、他の話題でもですね、っていうか今ので良かったですか？そうですね、説明としてはまずいという理由は一応説明するとしたらやっぱりそういう今内田さんとか龍馬先生がおっしゃってくださったような理由でもいいやん、日本ってその程度やんって思えれば別にそうだっていうことも言えるんですか？多分ちょっと戻すと順番が関係あるかっていう話かな。順番だ、そのランクつけられた時に例えば
まあ、中国が増えて、まあ 軍事力に使ったってそういう流用したっていうのは、まあ、もちろん問題なんですけど、純粋に順番として抜いた抜かれたっていうので見たときに、なんか周りの国から抜かれたんだ、日本もダメだなとか、そういうイメージみたいなのがあるのかっていうのはちょっと、そうですね、それもだから気にする人はすごく気にしますね。だからさ、例えばさっきその労働生産性とか日本の あの1人当たり GDP っていうのがかなり多いECD 諸国の中で最低ランクにあると、でこれはやっぱさすがにまずいんじゃないかっていうことを思ってる人は経済学者とかあるいは政治家の中とかで多いと思いますね。それはそのやっぱり周りにある程度そのまあ日本経済ってもうそんなもんかと、もうそんな成長せへんし効率も悪いかと、でそうするとどんどんその日本にあんま投資してくれなくなるし、人が来なくなると、優秀な人材が来なくなると、でそうすると一層その日本経済が弱くなってしまうっていうことはあり得るかもしれないですよ、ね、少なくとも OECD の中で最低っていうのはちょっとないんちゃうかっていうことを思う人は多いじゃないですかね、うん、かうん、っていうことです。そういえばなあのルクセンブルクがなんか、はいはいはい、さっきの民総生産が1位でしたけど、一体何があったんですか。結構小さい国ルクセンブルクは小っちゃいっていうことです。そう、ルクセンブルクはそれが圧倒的に大きいです。人口がすごい少ないんで、でもそれなりに産業が一応小さいなりにあるので、まあ、ルクセンブルクとかはもう除いていいですね、ほとんど、はい、うん、もし東京が独立したら東京だけでやったらすごく あ、はいはい、そうですね、そのことが分かりやすいですね。例えば東京だけだから知事は来てもらう、そうですね、ちっちゃいレベルで見ると そこだけ見るとすごい1人当たり GDP 高いとかいうことがありますけどね。どうですか、ね、どうですか、なんかないですか、質問でも現状に。ルクセンブルクって確かね、オフショアバンクとかああいうのが固まってるって。あ、そうなんですか。ルクセンブルクってそういうのがあるんですか。あ、それはいや知らなかったです。それで何かなと思ったりしたんですけど、いや、それは僕の多分ぶりで遅くて、それだったらそうだと思うんです。とか、あのアイスランドとかがその政策をかなり取って、その海外資本を集めてきて、一気にあの1人当たり GDP で10あの順位を上げて2位とかにつけたっていうのがありましたね。だから、いや、僕それちょっと知らなかったんですけど、ルクセンブルクもそうなのかもしれないです。アイルランドも入ってましたね。アイルランド、あ、そうか、アイルランドか、ごめんなさい。あ、まあ、アイスランドだと思うんですけど、はい、でそれで結構ちょっと最近失敗したじゃないですか。はいはいはい、一気にこうガクッと落ちましたよね。はい、だから、まあ、ちょっと実質と数字とまた乖離するというか、そうですね、3位がアイスランドで4位がアイルランドかとかですね。はい、そうです、そうです。だからそう、あのアイスランドかアイルランドが良かったのはやっぱり海外からものすごい資本を集められてたからなんですよ。でもリーマンショックが来た途端にものすごいガクッと落ちても、アイルランドとかはその逆にあの結構財政破綻になりかけるというぐらいにもう一気にその急転直下っていうことになってしまいました。そういうリスクはやっぱりありますよね、海外のオフショアとか集めてくる。確かにそうですね。はい、他はどこでしょうか。あ、別に一度発言した方って全然、あ、じゃあどうしても聞きたいことは、はいはい、あの脱成長派と脱成長派みたいな分け方で、脱成長派の問題としては成長しないと雇用がなくなるじゃないかと、はいはい、言い方でしたよね。あ、そうですね。でもそこで絶対単純に別に雇用がなくなるっていうか、別に今しかももう一つの話と絡めると、一人当たりの労働生産性、うん、どっかでちらっと話されてましたけど、片や過労死寸前で片や仕事がないと、うん、分けたらいいんじゃないかと、はい、まあ、いわゆるワークシェアリングですけども、はい、それはどうですか。あ、そうですね、いや、僕は個人的には結構ワークシェアリングいいと思ってます。なんか、今本当におっしゃっていただいた通りなんですけど、日本ってやっぱすごい残業時間が未だにすごい多いんですよね、労働時間とかが多くて、なのに他方でやっぱり仕事がなくてすごい困ってるその後輩の、 あの就活生とかもよく見かけますし、あの失業している若者とかも見かけますから、やっぱもうちょっと仕事を分ける方向に行った方がいいんじゃないかなとは思うんですが、じゃあ今日本でいきなりワークシェアリングやれるかというと、いろいろ難しいとは思います。なんかそこを話し出すと結構長いんですけど、どうしましょうかね。
いろいろそのやっぱりワークシェアリングってやっぱりいくつか条件があるんですよ。なんか簡単に言うとその日本